く小学生は最高だぜ。小学生さらし動画は規制されるかもしれない。私もかなりたくさんの小学生煽り動画を見ていますが、正直言って面白いですね。もっとやれと思います。でも行き過ぎた煽り動画が増えると、それを見た親が任天堂や YouTube にクレームを送るでしょう。もし私がクレーム対応員なら、YouTube 側の対応として、動画削除や降板処置を取るでしょう。任天堂側の対応者なら、サバを18歳以上用と18歳以下のサバに分け、その煽り動画を著作権侵害で消し、対象者の任天堂アカウントを凍結してしまうでしょう。最強ホームでお使いあなたを訴えるかもしれません。そういうことにならないように、ネットゲームをするということを、今一度考えてみましょう。ネットリテラシーやネチケットのことですね。簡単に言うと個人情報は教えないってことですね。あなたが子供の親なら、ネット利用でのしつけとして、ネットゲームで、本名を教えない、電話番号を教えない、顔写真を送らない、メールアドレスを教えない、LINE ID を教えない、他人をバカにする行動は、しない、ネットで知り合った人に会いに行かない、このくらいは教えておきましょう。最後に覚えてほしいことは言いつつ、インターネットを使った行動は全世界で、公開される、ということを覚えておきましょう。ここ大事。テストに出ますからね。何言ってるのかよくわからない人は、Google で検索、インターネット犯罪でもググりやがれー。まったく小学生は最高だぜ。小学生さらし動画は規制されるかもしれない。私もかなりたくさんの小学生煽り動画を見ていますが、正直言って面白いですね。もっとやると思います。でも行き過ぎた煽り動画が増えると、それを見た親が任天堂や YouTube にクレームを送るでしょう。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。